どうも、おやっとさーです。鹿児島ラーメンナビゲーター入江健です。今回は鹿児島中央駅近くスーパーマーケットの中で中国人が作る惣菜屋さんが営む美味しい中華そばをご紹介します。わっぜうまいいっぱいでした。最後までお楽しみください。JR 鹿児島中央駅から徒歩5分くらいのところにあります鹿児島市中央町アエールプラザ内にある一番街中華そばにお邪魔してます。食券制ですが、こちらが一番街中華そばのメニューになります。今回はこの中から中華そば醤油をオーダーしました。こちらが発券機になります。今回はオーナー様のご好意で食券は買いませんでした。ありがとうございます。さあ、こちらが一番街中華そば屋さんのお漬物になります。カリカリ食感で美味しいお漬物を食べながら、卓上には自家製の梅干しもありましたので、こちらもいただくと甘酸っぱくてとても美味しい梅干しでした。さあ、こちらが一番街中華そば屋さんのお惣菜コーナーです。朝10時開店ですが、近所のマダムさんたちがすでにお惣菜を買い求めに来てました。そんなお惣菜を見て待っていると、これまたご好意で餃子と唐揚げをつけていただき着丼です。鹿児島では珍しい朝10時から食べられるということで、さあいただきます。まずはスープから。いや、このスープマジうま。濃密で旨味たっぷりに抽出された動物系のスープ。スープのベースは鶏ガラと丸鶏、そこに鶏油と鹿児島県産の醤油を配合。鶏油の旨味もしっかり感じられ、海地ダレの醤油とスープベースのバランスがとてもいい、うまい一杯。スープを飲み始めるとレンゲの手が止まんなくなるぐらい深みとコクのあるうまいスープです。そんなスープからリフトアップしてできた麺は中太ストレート麺。吸っちゃいましょう。いや、この麺もうまい。スクエア形状で表面はつるっとしています。コシ感は主張せず、噛めばもっちりするタイプ。スープとの相性、辛みもよく、最後までスープを口まで運んでくれる、いい仕事をしてくれるうまい麺。このつるもち感の麺は喉越しもよく、じゃんじゃんズバズバとすすれちゃううまい麺です。さあ、再度スープをすすっていき、一番街中華そばのこのスープ美味しいよねっていうことを再確認した。あとははい、お待たせ、チャーシュー食らっちゃいます。よ、このチャーシューもうまい。しっかりとした肉感、あっさりと美味しく煮込まれた肉は、煮込んだ後はじっくりと焼き上げるそうです。肉感を感じながら脂身の旨味が徐々に口の中に広がってくるうまいチャーシュー。さらに立て続けに、お後はこちらの味玉。一口でパクリといただけば、固めの茹で加減で薄口の味付けでした。そして続けてブロッコリーです。このブロッコリーもうまい。ラーメンには珍しいブロッコリー、カリッとした食感、野菜の旨味を感じながらスープが絡み美味しくいただけるブロッコリーです。さあ、今度はオーナー様ご好意でいただいたこちらの唐揚げをいただきます。一口でパクリといただけば、これもまたうまい。外はカラッと揚がり、肉感がある中でもジューシーでうまい。ちょうどいい醤油ダレの味付けです。こちらもご好意でいただいた餃子、一口でパクリといただけば、これもうまい。
皮は焼きがいいところはカリッとしていて、蒸されたところはもっちり、カリもっちりで餡の肉たっぷりのうまい餃子。次は麺ともやしを一緒にキャッチして口の中に放り込めば、麺のもっちり感ともやしのシャキシャキ感のハーモニーがとてもうまいです。次はメンマです。こちらのメンマもカリカリ食感でとてもうまいメンマ。さらに大判のチャーシューで麺ともやしを箸で包み込み、しっかりリフトして口の中に放り込めば、中国大陸の雄大な景色を思い浮かべられるような壮大な旨味が口の中に広がってきます。てなわけで、中盤から終盤にかけてさらにガンガンズバズバとすすっていっちゃいましょう。そんな一番街中華そばのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島のラーメン店の情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。さあ本日もスープを最後まで飲み切り、本日も会員完食です。この一杯で野菜までしっかり食べてもらいたいとオーナー様、北京から日本に来て25年になるそうです。好きなタレントは木村拓哉さんだそうですよ。わっぜうまかったです。ごちそうさまでした。